キーボイスの小田地です。はい、毎週金曜お昼12時あなたも言わせてあげて、毎週お昼金曜お昼12時から放送しております。チンチン負け負けアナウンサーのアナチンです。アナチンもいますよ。よろしくお願いいたします。はぶられよった、ね、そんなアナチンが、メインアナウンサーを務めておりますのが、はい、毎週金曜お昼12時、12時から放送しております、はい、厚かまチンチン負け負けでございますけれども、はい、そちらに今収録終わりということでございます。明日の分収録しました。明日ですね、高知の日本一を決めようじゃねえかっていう。高知に隠れてる日本一、まあ、例えばいろいろありますけど、うん、なんかそういうのをまあ発表する会議をやる感じです。日本一をね、決まりましたよ日本一が。日本一いろいろ決まりました。本当に。なんか俺はこれ日本一っていうのあります？俺がこれ日本一っていうのは、ありますよもちろん。何ですか？ですね、ちょっと日本一になるまで時間もらっていいですか？今からなるよね。ちょっとなるんで。まあ、でもこういうことこういうふうにひねり出していく。高知が日本一になれる術は他にないのかっていうので。まあ確かにね。結構なんか不名誉ななんか日本一とかもあるんですよ。そうね。なんかこういろいろ最低賃金ワースト1位とか。あれまだそうなんだ。毎年1位になったりならんかったりで、うんうんうん、昨年は確か3連覇だったかな。なるほど。1年鹿児島がなんかに阻まれたけど。阻まれたって言い方違うと思うけどな。別に名誉なことじゃないし。最高5連覇したことあるんです。あ、そうなんや。5連覇、はい、殿堂入りじゃん。殿堂入り、もう殿堂しないでほしい。高みの見物ですよ、うん、低いところからな。低いところでね、うん、でもそんな感じで、うん、なんかアナチン私これ日本一じゃないがみたいなあります？ちょっと今はね、うん、あれやけどちょっと手入れしたら髪の毛きれいよ。いやそれすごいね。それ CM レベルとかってこと？髪の毛今はねちょっと朝早くてこの収録が、うん、間に合わなくてもうラジオやし、見えんしもいいかってことでボサボサできてますけどね。ちょっと手抜くのやめてくださいじゃん。このラジオはもう朝起きて30分経たないぐらいで家出てますから。出れるのがすごいね。そうそう、ね、もうね、もういいわこの二人足見られるの。わーわーわーすごい。俺も一応すっぴんできてるからね。そうね、もうねみんなそうですもんね。確かにすっぴん可愛いしね。すっぴん可愛いですか？すっぴん可愛いすっぴんできますね。すっぴんでおいで、すっぴんでおいで。すっぴん可愛いよね。あ、そうですか、うん、毎回一応ファンデーション塗ってるんですけどね。すいませんでした。やっぱ女心がね。女心。なるほど。たまにテレビとか出るときはやっぱりこうファンデーション塗ったりするじゃないですか。うんうん、BB クリームとか。うんうん、ひげ隠しみたいな感じで。うん、やったらさ、その落とす、いつも塗らんから、なんか落とすの忘れてて、うん、肌がえらい荒れるとき。あれ荒れるの？あんま全然、なんかいつの間にか落ちてるようなイメージしかない。どういうこと？お前化粧落とししてないの？するときはするけど、お風呂入るときにパーってその化粧落としみたいなクレンジングみたいなするけど、いやなんか別にそのしなかったとてあれもうすでに落ちてんちゃうみたいな。嘘。いやそれはダメ、めっちゃもう泥塗ってるのと一緒ですからね。そうよ。あ、そう。俺だからもう終わったらすぐあのシートの化粧落としでやる。でもこんな面積広かったらすごいシート使うんじゃない？3枚3枚。フリーザーのメイクしてるときは5枚使う。あ、そういう、しかもこう染み込ませてからこうゆっくり落とす。台にこうじゃなくて染み込ませながらこうっていう、あと表情もグッてなったらこう隙間ができちゃうから、うんうん、無表情でこうファッっていうやつ。講座、そういう講座しようかな。日本一いらない時間やったわ今。今ので言うと日本一いらない時間やわ。日本一が生まれました、うん、ということで、高知県を日本一にする会、うん、会議、ぜひともお楽しみにお聞きください。はい、ありがとうございます。